エミール・マグヌッソンはスウェーデンの元陸上競技選手である。彼は1912年に開催された1912年、ストックホルムオリンピックの円盤投げで銅メダルを獲得した。マグヌッソンは自国で開催されたストックホルムオリンピックにスウェーデン代表として円盤投げ、円盤投げの2種目に出場した。7月12日に行われた円盤投げには、 15の国から41人の選手が参加した。選手たちは5つの組に分かれて予選を競ったが同日の決勝に進めるのは予選の組に関わらず記録上位の3選手のみであった。マグヌスソンは39.91メートルの記録で全体の8位に終わり決勝進出は果たせなかった。円盤投げは6つの国から20人の選手が参加して7月13日に 行われた。選手たちは3つの組に分かれて、左右各1回ずつ投敵を行ったが、こちらも同日の決勝に進めるのは予選の組に関わらず、記録上位の3選手のみであった。マグヌスソンは、右手40.28メートル、左手35.07メートル、合計75.35メートルを投げて、予選の2位につけた。 決勝に進んだのは予選1位のフィンランド代表アルマス・タイパレ、予選3位のフィンランド代表エルマー・ニクランダー、そしてマグネスソンの3名であった。決勝は左右各3回ずつ投擲を行い、一番良い記録の合計を競った。結果はタイパレが82.86メートルで2個目の金メダルを獲得し、ニクランダーが77.96メートルで続いた。 マグヌスソンは予選より記録を伸ばして77.37メートルを投げ、銅メダルを獲得することになった。その後、1933年に丸目で死去している。投てき競技の両手投げはストックホルムオリンピックでのみ実施された。オリンピックアスリートボーンイン・ジナープ、ルンド、SK テデルタネ、スウードナ・カイブと2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バックマシン。 2015年9月23日、閲覧。スウェーデンアットザ1912ストックホルムサマー、ゲームサーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン。2015年9月23日、閲覧。ABC アスレチックスアットザ1912、ストックホルムサマーゲームズ、メンズリスカススロークオリファイングラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン。 2015年9月23日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1912・ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ・ディスカス・スローアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、2015年9月23日、閲覧。ABC ・アスレチックス・アット・ザ・1912・ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ・ディスカス・スロー。 ボースハンズクオリファイングラウンド2015年9月23日、閲覧。ABC アスレチックスアットザ1912、ストックホルムサマーゲームズ、メンズディスカススロー、ボースハンズフィナールラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2015年9月23日、閲覧。アスレチックスアットザ1912、ストックホルムサマーゲームズ、 メンズディスカススロー、ボースハンサルカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、アーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2015年9月23日、閲覧。ありがとうございます。